あ、こちらがね、今行われている八重桜祭りです。まあ、武者行列ありましたね。今、631。これが今、631で、まあ、お線香買いました。出し披露。そうなんだ。正午から2時半まで。まあ、動き出すのかね。出しだもんね、動くのかね。こちらはね、小持神社の例大祭。今年からずっと5月3日です。お神楽やり、御朱印あります。マジックショー、鳩が出た。まあ、出店の声も減らしちゃい。ああ、小持神社だね。ここがね、まあ、白い軸。まあ、北側の外れっていうか、まあ、南側にもね、同じものがあるんですけどね。ああ、綺麗に咲いてますね。井戸とかね、まあ、たくさんあるんですけどね。武者返しだ。満開だね。行くよ。綺麗だね。お、何か販売してるのかな。ああ、鉢植えですね。たくさんの人が来てますね。はい、八千様と三神供養と一番町の北の位置を占める新田町が新しく形作られ、生活と旅客の利便を図るために井戸が掘られた。完成間際、そこに光るものがある。目もまま言うような虎にまたがっている薬師如来像である。こんなことは100年に一度とないおめでたいことだと、井戸の完成を祝うとともに虎薬師と名付けてお堂を建てた。薬師と命名。如来様死後の効能で水の枯れることはなく、たなし水なし井戸探しの白井の悪口はこの新田町では聞くことはない。半紙に目の字と書いてお願書をすると眼病が治ると言われ、縁日は4月8日と10月8日で町内から3人の当番が出て参詣人の対応をしている。蚕の守護神として三神を祀るが、この、まあ、蚕、まあ、三神供養塔は蚕が疫病で大量になり、草害で桑がなくなり穴を掘って蚕を埋めたりした供養に建てたもので、まあ、山菜供養塔とも呼ばれる。高さ196センチ、幅35センチ、走行242センチの自然石。世話人は平方東左衛門以下6名。昭和元年1801年4月でどこかお寺関係の商工という人が開店している。あ、そういうことなんですよ。もうすでにね、まあ、紹介してあるんですけど、まあ、こちらのちょっとお陰になってしまってるんですけどね。これが三神供養塔です。そしてね、まあ、こちらがね、虎薬師ってありますけど、まあ、薬師堂ですね。こういった変わった八重桜もあるんですね。こ
これ色褪せたからじゃないよね。最初からこんな感じですよ。薄いピンクがかってるんですけどね。ポケモンカードか。すごいね。もう一枚違う番号の写真。これね、カードケース。このカード、ポケさんのカード入れる。一応これ500円なんで。2200円で、ね、カードのセットについてる。こんな感じ。こんな感じ。この場所3枚で。一本100円です。水筒か500円。包丁持ってるんだ、ね、こったり使いたいんだけど、こちらには出汁ですかね。紙の町上杉謙信公だ。そうだね、長尾氏は上杉だから、まあ謙信公なんだね。こんな感じです、今どこへいるのかよくわからない。これが、まあ、城以上の、まあ、城下町っていうか、まあ、途中からもうお城じゃなくなって市場町になったんですけどね。はい、特色ある町並み、土蔵造りの家なの。町の起源は室町時代、城以上の城下町である。沼田へ4里8丁、中野城へ5里、前橋へ4里8丁、渋川へ2里と交通の要衝の利点を生かした市場町への構成は最も的を得た生き残り策と言えよう。取り扱われた品名は、まあ、馬草、薪、材木をはじめ、麻、剣士、木綿、真綿、タバコ、塩、茶、水油、米、麦、豆のほか、比内地など時期のものと多岐にわたり、その商圏は三郡、24カ村に及んでいたという。元禄13年1700年時点で酒造りが5軒あった。主に露天商であるが、経済の発達とともに大通りに面して家並みが構成され、他村では宿と呼ぶ者もいたほどにぎわったが、3度にわたる江戸中期文久2年明治31年大火で家並みの大半が焼失し、武者返しの意向もほとんどなくなってしまった。今の町並みの中で土蔵造りの家並みが残っているのは豊島屋と薬種屋の、まあ、2軒である。まあ、豊島屋は江戸時代を通しての豪商で24門の市中船を通用させていた。酒造り、質屋も営み、幕末時には生糸で横浜貿易にも参画している。また打ち壊しにも遭い、うだつつき長屋も延享2年1745年頃から建造も痛められ、その傷跡が今も残っている。天保8年1837年建造の3階建て土蔵は現存し、薬種屋の土蔵も豊島屋の長屋門と同じ頃のものと思われ、一の日には土蔵の下屋の真ん中の塔を開けて沖流泉園などの、まあ、ハイエ電薬を家電薬を販売した。面白いね。戸を開けて古希流泉薬、まあ、家電薬っていうのがあったんだね。ここは豊島屋さんです。こち
ちらテーブルクロスだ。夕方まで熊でバケツ、ほうき、お、星雲だ。星雲の志。2個で3000両。はあ、すごいね。こんな綺麗な筋ですかね。ま、八重桜がこのように綺麗に咲いてるんだ。はあ。まあ背中側にたこ焼き、広島お好み、焼きそば。いくらなんですかね。500円ぐらいするのか。ああ、綺麗だね。これね、寒山っていう名前の、まあ、八重桜。こんな綺麗な。もうそろそろだと思いますよ、南の端がね。